ゆくいところハーレー元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありません大阪の粉も食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば定イジー,マースンハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります定休日は金曜日那覇で泊まるならゲストアースアンドン,ドン全室個室1泊3000円からの低価格 国際通り牧師公設市場まで三十秒中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ観光の拠点に最高の立地。那覇で泊まるならアンドンで決まりーハーレーのイチャリバー朝礼日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかハーレーのイチャリバー朝礼は那覇市松尾元にぎわい広場にあるたこ焼きやハーレーがお届けする番組です ナビゲーターはシャンシャンとはいシャンクになります三十分間どうぞお付き合いくださいはいどうもパチ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 はいはいはいいつもね僕あのパチパチしか言ってないって最近ねあの YouTube を見てる方から言われるんですけど結構喋ってますよ止められるんですよねいつもねあのー、シャンシャンがね僕の喋りをあなたは話が長い 面白くない。滑る。この三つでね、どうしても僕を、こう、あの、貶めたいんだろうな、なんかな。や、気持ちなんだろうね。そのままな、いくちゃん。<laughs> いきなり聞こえました。<laughs> <laughs> いきなりえー、えー、本日のゲストは、えーえー、先週に続き、あの、いくちゃんに、 もうちょっとお話を聞いてみたいなと思いましてね、はい、あの、いくちゃんに来ていただいております。はい、お邪魔します。はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。はい、シャシャはなんで急にあの、黙って、あ僕に喋らせて、あの、面白いことを言わず、どこに着地点があるかということを言わしたいわけですね。はあ

提供は東東さんんの東ンでござい。ましたはい、はいえー、ということでい,いくちゃんのお話を聞いてきたんですけどい,いくちゃんは実は名古屋からお越しなんですよね。ですよね。今、はいま、でも沖縄に住んでるんですけど名古屋って何が夢味噌かつやっぱり。 あとコチン聞きますよね名古屋コチンやっぱ鳥がうまいってね食べる手羽先名古屋コチンはそんなには食べない食べない高いので高いんだやっぱり高級な鶏肉なのであとなんかかき氷とかも有名じゃなかったかき氷お茶のかき氷がなんか 新しいああ新,新しい情報で言うたことないなあ <laughs> ああごめんなさい、ね、<laughs> <laughs> えいとあれじゃない、うん、名古屋といえばさ小倉、うん、トースト小倉あんのトーストとか あんかけパスタとか何パスタあんかけパスタあんかけパスタあんこをかけるんじゃないですよあんこはねするものでございます中間みたいなあのとろとろのあんあちょっとかけてあるへー知らないとかきしめんあきしめんね有名ですよきしめんは 美味しいですあの平べったい麺でねうん名古屋の人はま食べないんですけどなんでやねん食えよ食べて食べてうん美味しいのにお土産何回か買うて帰ったことあんのにあそうなんですね。うんありますありますそれは有名ですからねきしめ思ったより美味しいんですよたまにねうんうんうん年に1回も食べないですねえあんだけ土産押ししといて 私はですよおしかしも大好きすげえお土産ではもうあれだいぶご両親なぐらい押してますけど毎日食べてる人もいるかもしれない私は年に1回食べないぐらいああ食べないぐらいだからね怖いよねいや逆に年に1回食べないぐらいっていうことは1回以上は全部そうじゃないやっぱ名古屋といえば 僕はあのね名古屋城ですかね。うん。食べ物かも飛んだ。あだってキシメもう一個行きたいこと、言いたいことがあり朝のさコーヒーいっぱい頼むとめっちゃついてくるっていう。そうそう、もうある名古屋文化じゃないの。うんうんうん。なんかそれに出てたのが沖縄にもちょっと入ってきて、やっと入ってきて、朝はコーヒーいっぱいの値段が。 380円ぐらいでそれにあんこのってるオーグラトーストとちっちゃなサラダとかついてくるんだけどそれ以外の時間帯はコーヒーの値段なの、うん、いっぱいの値段で朝だけモーニングでついてくる食べ物がついてくる、うん、まあ11時ぐらいまで粘れるわけですね頑張れば,頑張ればコーヒーいっぱいだから食べた頃にコーヒーないだろう <laughs> 飲み放題じゃないんだから。名古屋の飲み放題とかないんですか。名古屋。どうですか。ファミレスだけじゃ。ないから。わからないけど。モーニングがすごいのは。聞きますね。じゃ、この辺で朝コーヒー飲み放題なのはジェフだけだよ。ジェフバーガー。あ、そう。うん。ったことなた。いや、あそこのね、ヌーヤルバーガーってなんぞやと思って言ったら。ヌーヤルのヌーって何って意味意味。 何が入ってるのみたいなバーガーだって教えてもらったんだけどまあ沖縄のおいしいですからね。っていますね。っていうのは私もヌーアルバーガーが好きででもいつもヌーアルバーガーかゴーヤバーガーか迷うんだけどでもあそこコーヒー飲み放題だから朝頑張って2杯飲むけどマグカップに大量に入ってるからさ2杯でもチャプチャプでもうんこれ限界かな。だけどさ。 オープン時間が沖縄タイムなのよね。っていうか遅いの。九時とかね。っていうかね、9時とかそれぐらいだったかな。前はなんか8時とかから開いてたみたい。7時とか7時半とか開いてたみたい。ムーヤルバーが有名ですよね。有名。なんか本店ではなんか。2000個ぐらい売れてるとか。なんかこうポスターに書いてあって。2000個も売れてない。 放浪好きのおちゃんが。じゃあ今度朝行こう一緒に。1年半もいて。1年半もいて。1個1行1個。いや、おいしいよ。おいしい。うん。俺も気になってはいます。はいはははでもこのヌーアルバーが結構好きで。うんうんうん。え。何が入ってるんですかね、なんか言っていいんでしたら言いますけど。秘密なのいや、くちゃんが、くちゃんが行くまでにもうあの、 ねえ、あ,あこれは、これに、えってびっくりしないでいいんであれば言っちゃいますけど。なんだっ思の <laughs> ハ,ハムだか、ポークだか,か。ポーク、と卵と。ポーク、卵、ほ、うんで、んゴーヤーゴーヤーのつってたかな。うんうん ゴーヤバーガーだったかもしれないちょっといい加減なんだけどすいません皆さん行ってたしかめいいやめちゃくちゃうまいんでね本当にでも人に紹介したらもうおいしくって言ってか4泊5日の間3回行ったっていうかどんだけ行ってって僕もこの間後輩大阪の後輩の子を連れて行ったらめちゃくちゃうまいじゃないですかってそうそうめっちゃ喜んでるかな反完成しました今まで行ってなかったことああ これねあのもっとあのサンライズ通りにありますのでねそうそうもっとあの国際通り近辺にあればもっと多分売れてると思うんですうん美味しいですけどあそこはうんそう行ってみます前オープンマッチしたことある一回じゃオープンマッチ ちょっと不安に,不安になったもんねパチンコの真相を書いてんじゃないんですかね開くの、時間内にと。<laughs> 開くでしょ、それは。ちゃんとしたお店ですから。違う、あのうん、大阪とかだと2分前ぐらいにシャッターって開くもんじゃない、うん、ジャストにシャッター開いてないってちょっとびっくりする。<laughs> ジャストにシャッター開いたからね。<laughs> <laughs> へえと。なるほど,なるほどこれを、まあ、名前出せないけど、うん、携帯会社2件もそうだったよね、あと2つ。2> うん、いや 行った2つのところがたまたま別々で行ったんだけどジャストに開いたからね、うん、ジャストに開くのと思ってびっくりしたああなるほど、うん、名古屋はどうなんだろう <laughs> そそのオープン前にそんなあたね待ってたことないからいや大阪はもう自動ドアだけの状態まで完全にもうバーって準備できてもうスタッフも5分前ぐらいからもう座ってなんかしてるぐらいの感じじゃん。うんうん、でもも<ー>ジャストにもう みたいな、ダンッちって入れる。ああ、なるほどね。うん、もう中の掃除も全部終わって、ね。なんかもうプープープ,プ,プ,プーンでぽちゃって入れるぐらいのじじあ、そうそうそう感じじゃん。もうシャッターも全部開けてて、うん、そうそう,そうで、まあ十字オープンだと十時オープンの時にも、<あ>なんていうの、シャッターは閉まってる状態じゃないから。うん、そうそう。うんうん、だって銀行とかもそうじゃん。うん あじゃあじゃあ元銀行員だったけど銀行ってさ、うん、結構前からもう座ってるのね、うん、でも準備してお客さん来たらもう最初の何人かはさばけるぐらいのものを用意してあることがあるわけじゃないか、うんか名古屋もそうですねねきっと、ねはい、そう多分 <laughs> ういい全国的にそうだけど <laughs> まあねじゃでもオープンぴったりにと思って行くけど、うん、そんなぴったり待ちしてる人見かけないんだけど。うん <laughs> 沖縄で珍しいそうそうそう <laughs> うちの店もちゃんとだからやっぱあの7時ぐらいから入って、うん、8時に開けるので、うん、まあ一回、ね、うあんのが7時,の7時半ぐらいに、うん、もうシャッター開いてるからって言って「すいません朝ごはんお願いします」って言われたんですけどさすがにそこはねちょっとまだあの。 準備が何にもでできてないなすよ、ね、<laughs> シャッターは開けてますけどそうそう小一時間はやっぱりかかりますんでんだってご飯炊くのに30分かかるもん <laughs> ガスとはいえ早いけどさ <laughs> う,、ね、うん,うんいやこの間とある携帯のお店に行った時に「うんうん、えはい」。 予そしたら店員が遅れてきたんだけど「うん、<laughs> あるこんなん」うん「まあまあんあまあるこんなん」<laughs> で「お客さんお待ちください」って言って15分ぐらい待たされて「うん、え予約したの?」って言っちゃなんかそうしたら荷物ばいっぱい持った店員が「あおはようございます」って入ってきたから。うん 遅れてないと思って <laughs> 遅刻ってやつですだってさお店の中にあるお茶飲み放題みたいになってる飲み放題じゃないけどうん、うん、ご自由にどうぞって書いてるお茶3倍飲んだってことだいぶじゃないしかもホットで3倍シャンシャン猫舌のシャンシャンが3倍飲める時間はい大体想像できましたよねこんだけ待ったってことですよありえんと思って、うん、予約して待たされるのと思って大阪ではもう怒って帰るやつよと思って お前が来いとか言われるやつだね <laughs> 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 俺は来てお,お前がいないお前が来いとか言ってあはいはい,はい、はい、ということでしたはい,、はい、いやということで観光地の話はじゃあ CM の後で参ろうかしらはいよはいゆく居所ハーレー元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありません大阪の粉も食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば デイーーーハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますね定休日は金曜日那覇で泊まるなら全室個室1泊3000円からの低価格国際通り牧木公設市場まで30秒中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ観光の拠点に最高の立地那覇で泊まるなら「あんどンで決まりー!ーまりー」 ザンパで乾杯乾杯乾杯ンパをソーダで割ってしまボール。うん、飼育朝をちょっと加えて今夜もザンパで乾杯かんぱーいはい、ハレのチャリバ町ョウといえば東蔵さんの提供でお送りしております。はい、はい、引き続きいくちゃんにお話を伺います。ーい名古屋といえば観光地やっぱ 何?。白。名古屋城でしょ有名よね。うん。シャチホコよね。シャチホ金のシャチホコ。シャチホコ。あれ本当の純金なのかな。謎です。まあね、その辺はね。あの、ググってください。 国の偉いさんじゃないとわかんないじゃないですか、ね。それ <laughs> 重いんじゃない。あれ全部キンキラキンキンキラキンだと,キンキキンだとね。メッキでぐらいかなとは思うんですけどね。メッかもね。じゃあこの情報知ってる人はまた、うん、メッセージは780 at マーク fm ナハドと jp までお待ちしております。はいはいはい。はいはい、でも名古屋ってもっと見にあのー、見に行くところっていっぱいあるんじゃないですか。名古屋ドーム。うーんまあうう中日ファン中日ファンはそうですよね。 やっぱ中日ファン<ー>中日私はもう別にどこでも幅広くどこでも幅広いファンなんかいないからね <laughs> 全球団ファンなんですけどみたいなそうそうどっちが勝ってもいいみたいな、うん、まあそれはあるよ、うん、あいるのかな、うん、そんな人、うん、野球が好きみたいな どこも応援しないけど、みんな頑張って。ということにしておきます。ええ、名古屋も水族館とかもありますもんね。行ったことある?。よく知ってますね。はい。名古屋港水族館。あ、そう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 。そこは。綺麗です名古屋港名古屋湖。ええ。そこは結構いいですよ。ね。うん。なんかあの、巨大、巨大スクリーンのね。 うん、オーシャンシアターもあってねなんかいいって聞いてますけどあとオース観音かなアー,ケアーケード通り、うん、がすごい2本ぐらいあるんですけどはい、はい、そこはもう土日行くとすっごい人です。うん、アーケーケド通りまあ 言うと大阪で言うと天神橋水商店街みたいなそう商店街のあれが 2, え 2> <laughs> え日本筋あるのだから行き品通って帰り品は違うねえこともできるっていうまあまあ面白いですよねでもすごい人なのであそこぐらいしか本当メインの観光地ないんじゃないかぐらいなんかすごい人なんですいや買い物ならってことでしょうね。うん 名古屋でいい物に近寄らないことにし祝日とか。はい。まあ、あの、観光客も多いでしょうしね。外国の方も多分、最近ね、中国の方だとかね、台湾とかね、いっぱい来てますからね。はい。確かに近寄らない方が。人酔いする方はね、やめた方がいいかもしれません。僕は人酔いしちゃいますからね。 えいくちゃんどうですかいや大丈夫です。あ大丈夫だけど近寄らない。なんやろそれ。う見 <laughs> 入ってるうん,、うん。ついてる時に。はす、はい、それなのに帰りは一人で帰る。うん。 じゃあアーケード通りで何かあったりするアーケードは普通に服とかカバンとかあとすっごい安いスーパーとかあるんですよへえそういうとこ行ったりとか問屋さんみたいな問屋さんではないんですけど有名なとこがあってみんな買い物してますとああとまあ飲食店もあるしはい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 多分大阪のアーケードと一緒かなああよく似てる感じですよね 行ってみたいねそこはちょっと面白そうでちょっと方向音痴のシャンシャンからすればあこれちょっと後で買おうみたいな感じでとととトって行ってもうこの店が見つからないあの店であれを買いたいんだけどと思うけどこの店がもうどこかわからない行った道を戻ればいいだけなんですけどねこんなに戻ったかえとか言ったら何 最後諦めるっていう。もう分からんしならないみんな。いや確かにありますよ。あのさっきも言った大阪で天神橋筋商店街というのはあの日本一長い商店街でございまして、だいたい駅がねよ四つ分ぐらいかな。えすごい。うん四つある。だから言うと沖縄で言うと沖縄空港から えー、そんなにあるかなえ4つ分ぐらいの空港もいやあの駅,駅までだからろく手前ぐらいまであるんじゃないのそんな長くないかなさあどうだろうねでも本当に結構直線距離でしたら長いんですよ長い,長いからさもう駅で降りる、うん、でその辺うろうろしてまた電車乗って次次のその駅の電車のところまで歩いていって そこからまた違う電車に乗ったりとか。まあ面白いですよね。楽しそう。パーケート楽しいですよね。まあ雨降ってもね、全然大丈夫だし。でも一番有名なの六丁目だよね。こう何丁目ってなってるわけ。一、二、三四、五、六。この六丁目あたりが一番激アツ。いろんな線が全部、電車の線がね、重なってるから。 いろんなものを売ってますよ。うん、そうえこんなものまでみたいな。何これ <laughs> みたいなのがねよく売ってますけどあそこも楽しいですけどねあとでも名古屋でいうとね、あのー、あうやっぱりあの名古屋車じゃないんですかね。車、うん まあトヨタ、トヨタがそうん、トヨタ市だよね。そうだよね。トヨタ発祥のやっぱ県ですから。車は交通事故毎回愛知県1位です。あ、<laughs> そうなんだ。<laughs> 交通事故愛知県は,は多いんだ。え、いくちゃん運転は？ 私ペーパードライバーです。ああ、それはそれは事故りますよ。あちゃペーパードライバーか。多分ね、車の数が多いから事故が多いとは思うんですけど、でも毎年毎年ワーストワン。ワーストワンなんだ。えらいこっちゃ。そう。大阪は事故じゃなくて、あの車の盗難とかね。車の盗難っていうか自転車の盗難が一位だよ。一位ですよね。ワーストワンだよ。あ、そうなんだ。 脱却したとかなんとかって事故が1位ってすごいな大阪は今詐欺が1位に上がってて何ていうこっちゃと思ってるけどねあとあの名古屋といえば僕はパチンコ屋さんだと思うんですよねパチンコ屋も多いですね多いやだってパチンコ屋の台を作ってるのが名古屋なんですよほぼほぼ。 多分78割は絶対名古屋の、うん、ところで作ってますんでなんかよくパチンコのなんかツアーに行くとか言って友達が車に乗って名古屋行ってツアーって何言ってたら何軒かはしごして帰ってくるパチンコやのツアーって言うのをなんか嫌だわとか言ってそうパチンコする、ね、なんかお金かかりそうだよね,いやね名古屋のガソリン代らって帰帰り満タして帰ってっくるあさ<ー>あ まあ大阪から近いからね。そうそう。よく、勢いで、島から名古屋の味噌カツだとか言って、夜中に行ったり。名古屋でなんか、ちって。近いって言えば近い。うん。近いけど。なんかね。いけど。寝不足で行くと、帰り後悔する。帰れないってなる。だから隣のあの三重県。うん、長島スパーランドあるじゃないですか。 あの絶叫マシンの多いあそこに行って泊まったりとかしたら名古屋まで行っちゃう。うん。夜飲みに行こうぜとかなるとね。大阪の人にも有名なの？いや有名ですよ。おでんとかにさおでんというかこんにゃくとかにつけらの味噌のチューブのやつつけて味噌かけて味噌。ああそう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 。あれお土産でくれたりして。 あれめっちゃ重宝しします美味しいえでも沖縄に結構名古屋の方多いですよね。うん、中部セントレアできてからね安く来れるからって言ってましたねはいはい。僕はあの結構あのしっとりしてしっとりって言ったらおかしいですけどあのちょっとあのなんかより安い名古屋が嫌いじゃないんですけどね。 何しっとり何がしっとりこんな時間の長い時に何を言い出すやしっとり面白いじゃないですかしっとりいくってことそう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 いうことで何かがしっとりしてるんだかとあ違う湿ってるとかそういう意味じゃないございますねということで今週もお別れの時間にもうしたまだ俺全然喋ってないのに今日は実は絶賛ハーレーバーベキュー中でございますはいバーベキューやっておりますよはい 盛り上がってる頃です。海海空公園でね、今頃みんながはい。はい。ということで以上ハレーのチャリバ町ででした。ゲストのイクちゃんありがとうございました。ありがとうございました。番組のナビゲーターはシャンシャンと。はい、シャーブンでした。また来週。また来週。みんなアディオス。アミーゴ。ちょっと俺の長い話聞いてくれよ。ゆくいどころハレー元わい広場の前で。 朝から飲めてモーニングブランチもありませ大阪の粉も食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそばデイジーバースタウンハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります定休日は金曜日那覇で泊まるならゲストアース全室個室1泊3000円からの低価格国際通り牧師公設市場まで30秒 中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ観光の拠点に最高の立地那覇で泊まるならアンドで決まり